全国的にハシカの注意喚起がなされています。5月1日には三重県内でもハシカ患者が報告されています。ハシカの特徴やその症状についてご紹介します。ハシカは感染力が強く、空気感染をするため手洗い、マスクでは予防することができません。ハシカに対する免疫を持っていない人が感染している人に接すると、ほぼ 100% の確率で感染します。三重県内の感染者推移を見ると、全国的に流行した2008年を除くと10人に満たない状況でしたが、昨年は22人が感染しています。感染力が大変強いため、一挙に患者が拡大する可能性もあります。ハシカの具体的な症状などについて、健康づくり課の坂口あやみさんに話を聞きました。はい、ハシカのウイルスに感染した後、症状が出るまでに約10日から12日間、最大21日間の無症状の期間があります。発熱や喉の痛み、咳、鼻水、目の充血など風邪のような症状が出始め、数日すると赤い発疹が出始めて全身に広がります。マシンウイルスに対する免疫を持っていても、不十分であった人が感染した場合は典型的な症状が出ずに、発熱が軽度であったり、発疹が出ないなど一部の軽い症状のみの場合もあります。定期接種を行っていない乳児さんや妊婦さんなどは注意が必要です。またワクチン接種の状況として、昭和52年以前生まれの方は定期接種が行われていませんでした。自然にハシカに感染する可能性のある世代でしたので、免疫がある方とない方がいます。昭和53年から平成2年以前生まれの29歳から40歳の方は定期接種1回の世代です。ハシカに対する免疫が低い可能性がありますので、抗体検査を受け、ハシカワクチンの接種を検討してください。かかりつけ医に相談してください。平成2年以降の生まれの方は定期接種2回接種の世代です。ハシカに対する十分な免疫を持っていると考えられています。母子健康手帳には予防接種の記録がありますので、ご確認いただき、記録が確認できない場合は抗体検査を受けてハシカワクチン接種を検討してください。ハシカは感染力が非常に高く、感染している人に接すると免疫を持っていないとほぼ 100% の人が感染します。ハシカの症状があるときは医療機関に電話を入れてから受診をしましょう。松阪市ではハシカの感染拡大を防ぐため、ホームページで注意喚起をしたり、市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校やその保護者向けにチラシを配布するなどの対策をしています。